僕は西条匠。異常な地震が渋谷を襲ったその日、綾瀬は校舎から飛び降りた。彼女の命を救ったのは僕が妄想して出現させた花壇らしい。その後、綾瀬との仲が噂になって、僕はクラスのドキュン連中に目をつけられてしまった。そんな中、僕の頭の中に声が響く。声の主はコズピーこと折原梢。彼女はセナの友達だった。セナは自分とコズピーが妄想を現実に投影する力を持った存在、ギガロマニアックスであることを教えてくれた。そしてギガロマニアックスの力を悪用しようとしている連中がいることも。ありがとう、タクミ。手品だ、これは。一体この子は何者だ。編集されてるわけじゃないよな。見ちゃいけねえものを見ちまったかな。今日もリミには会えなかった。地震が起きてから学校を休んでるみたいだけど、何かあったのかな。コズピー、タクミさん、セナさんが呼んでるのよ。セナが、まさか。のぞみテクノロジーの計画は絶対阻止する。本当に襲撃をかける気？三人の力を合わせて悪い人たちをドカバキってするなら。僕は遠慮しとく。第一ディソードだって持ってないし。泣いたって僕は。ああ、西条が転校生泣かせてる。フェスの次は転校生か。モテモテだな。ヒューヒュー。僕は付き合わないからね。遅かったな。セナ。勘違いするなよ。梢がどうしても三人一緒じゃなきゃ嫌だと言うから声をかけてやったんだ。僕は行かない。匠さん、無理強いするつもりはない。だがこれだけは忠告しておく。のぞみテクノロジーはギガロマニアックスのサンプルを集めている。そのためには拉致まがいのことだってやってのける。ギガロマニアックスである以上、奴らに狙われることになる。いや、すでに狙われているのかもしれない。狙われている。知りたいことがあるなら来ればいい。セナさん、もし将軍がのぞみテクノロジーと関係があるとしたら。タクミさん、セナさんの言う通り、知りたいことがあるなら自分の目で確かめればいいなら。自分の目で。そう、自分の目で勇気を持って。勇気。これ何のグラフっすか？ここ1年の渋谷周辺の GE レートよ。気のせいかもしれないけど、何者かによって操作されてるような気がするの。そんなことできるんすかね。うん、でもなんだか不自然なのよね。数値が小刻みに変動しすぎてる。それに調べていくと、 GE レートは毎週末に伸びる傾向にあるのよ。ちなみにこことここ見て、すごく伸びてるでしょ。一番右はこの1年の最高記録みたいだな。1年どころか、この10年で最高よ。ああ、
日付は？真ん中は3ヶ月前。覚えてる？小さな地震があったでしょ？ああ、震度3でなぜか8人も死んだ。あれか。で、一番右はこの間の地震の日。おお。あの日、大規模な電磁波が発生したのは知ってるわよね。渋谷中のコンピューターが壊れたらしいな。地震の影響で電磁波が起きたって言われてるけど、真相は逆かもしれない。電磁波の影響で地震が起きた。あくまで推測だけど、二つの地震は天災じゃなくて人災かもって思ってるの。だってどっちも普通じゃないもの。前の地震では震度3っていう規模なのに8人も亡くなってるし、今回は震度5で118人。死にすぎって言いたいのか？それに空が白く染まったっていう噂もある。ああ、そういえば時間が経つにつれて全く報道されなくなったな。マスコミに何らかの圧力があったのかもね。まさか。名はどうか？おそらくそうよ。え、マジっすか？名は党とつながりのある企業を洗うべきかもな。もうやったわよ。おお、さすが桃ちゃん。で、お手上げよ。あ、お手上げって桃ちゃん。やっぱ桃ちゃんさんの推測が間違いなんじゃん。もしくはよほど巧妙に隠されているか。別の角度から攻めてみるか。先輩、なんか心当たりあるんすか？週末に GE レートが上がって得するやつって誰なんだろうな。目的はノア2の破壊だ。ノア2のある場所知ってるの？連中の仲間を締め上げて吐かせた。ノア2は地下の研究施設にある。締め上げてって、え、ちょっと正面突破ですか？たくみさん、大丈夫丈夫だからついてくるの。大丈夫丈夫って。やばい。お疲れ様です。どうなってんの？私たちの姿は見えていない。見えてない？彼らには私たちが会社の幹部に見えている。ディソードで粒子を作り出して周囲の人間のデッドスポットに送り込んでいるんだ。そういうことか。ディフェロマニアックスはすっごいのよ。しかし油断は禁物だ。彼は、西条匠は消すべきだよ。どうして？危険だから。私が消そうか？ダメだよ。彼にはやってもらわなくちゃいけないことがあるんだ。あなたは夢に見たことを覚えていられる？うん。そっか、私すぐ忘れちゃうんだ。できる人とできない人がいる。できる人はきっとロマンティストなんだね。すごく長い長い夢をよく見るよ。私もそうだった、そうだった気がする。でもそれは幻、心の歌方なの。だから早く目覚めて、でないといつかあなたが西条匠に消されちゃう。それでも構わないよ。この夢は完結させなくちゃ。完結した夢の後には何が残るの？ここにもノア2はないようだな。妙だ。え？地下に来て社員がいなくなった。もう退社したんじゃ。油断はするな。あれ、ノア2。お探しのものは見つかりましたか？
のぞみテクノロジー社長野呂瀬源一、ようこそギガロマニアックスの少女たち。そんなに誰と言ってるの？待ち伏せされてた。岸本さん、検温の時間ですよ。岸本さん、我が社のポーターを剣一本で倒して回っている少女がいると報告を受けましてね。すぐにピンときましたよ、畑野瀬名。畑野瀬名の名字って確か葵のはずじゃ。っていうか二人は顔見知り。怖いですね、剣で切り合うような野蛮な行為はあまり得意ではないのですが。リソード、ノロセもギガロマニアックスなの？これ、なんて格言。父親は見つかりましたか？待て！私の攻撃が見切られている。なぜ？脇腹を狙ってくるな。立て。あなたが私の心を読んでいるのですね。あなたはこの後ノア2のサンプルになるんです。あまり手荒な真似はさせないでください。なんだ鏡をリアルブートした。コテン、彼女は以前集団ストーカーされていたんですよ。集団ストーカー？毎日何人もの人間からお前は誰と心に呼びかけられ、鏡を見せられ続けた。やがて彼女は自分が何者かわからなくなるような恐怖を覚えた。それ以来声を出せなくなったのです。それ以上言うな、コゼ。君にはこれをプレゼントします。あっち行け。セナ、犬が苦手だったの？相変わらずですね、実に面白い。やめろ、やめてくれ。セナさん、何も恐れることはない。お前は折原梢だ。誰が何と言おうとな。ほう、ブレザーが君に見えるように視覚投影したのですか。力の使い方を学んだようですね。ああ、お前の計画を潰すためにな。あの鎖。いいおもちゃをもらいました。何？セナ！なんでそんなになってまで戦おうとするんだ。どうして？思考盗撮、視覚投影、五感制御、いずれのデータも十分に取れました。畑野君、
開発者であり転生信仰会の信仰に従い妻を実験に捧げた君にとってはさぞ嬉しい結果でしょう。父さん、これはどういうこと？母さんに何をしたの？母さんが抱いてるのは一体？君の母親は今夢を見ているんですよ。夢？夢の中で平穏な日々を送っている。しかしもう夢から覚める時間です。やめてくれ。このままに、このままにしておいてくれ。頼む、お願いだ。マナちゃん、私のマナちゃんが。嘘、あれが私の妹。母さん、母さん。あたのセナは貴重なサンプルです。丁重にもてなしてあげなさい。すまない、すまない。許さない、許さない。なんだ今の、いつもの妄想じゃない。ちょ何これ。君の家族が悲劇的な結末を迎えたのは私が指示した結果です。しかし実に有意義な実験でした。ノロテ。君のコードサンプルは採取済みですし、はっきり言って君に用はありません。今度は何？おやおや、君の仕業でしたか。助っ人来たー。コキュートス。コキュートスって確かギリシャ神話で地獄の最下層に流れてる川のこと。そこで罪人は氷漬けになる。私たちが氷漬けになる妄想を彼女はしていないからだ。助かった、礼を言う。よくここが分かったね。大いなる意志に導かれたのよ、黒騎士の仲間を救うようにって。共に邪神王グラジオールの復活を阻止しま…しま…あっ、ちょっと。怪我が治っていない体で無理をしたんだ。大根腸なのね。君のおかげで助かったよ、ありがとう。乗らせ。ゴキゴキ並みにしぶといだな。あ、どう、かかがしろ。ちょっと二人とも一体な、何してるの。彼女たちは互いに私の姿を見ているんですよ。え、それってお互いの姿があんたに見える、そう妄想して粒子をデッドスポットに送り込んでるのか。ご名答です。付け加えるなら、私の姿以外見えず、そして私の姿に激しい怒りを感じるように味付けしてあります。どうしますか。お仲間がピンチですよ。こんなとこ来るんじゃなかった。うちでおとなしく演奏してればよかった。君はそうしてずっと手をこまねいているつもりなのですか。こんなの妄想だ、覚めろ。いつも見たく妄想から覚めてくれ。言っておきますが、全ては妄想だった。そんな安っぽいオチは用意されていませんよ。無理だ、あんな化け物と戦える剣も勇気も僕にはない。僕には無理だ。少々荒療治が必要ですね。来るな。頼むよセナ、コズミ、僕を助けて。僕を助けて、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 僕を助けて。おいセナ。
モロス、このディソードはお前とあの男を差し貫く復讐の刃だ。私も見えている。なぜ、まさか彼は反粒子を彼女たちのデッドスポットに送り込んで粒子を追消滅し妄想を消したというのか。行くのだ。やった、ノア2を破壊した。なんだ。西城匠、無意識でやったこととはいえ目覚めの時は近いようですね。どうなってるんだ。ミガロマニアスストリア&ヒトイ最大大勝利だから。やったね。ノロセ、君たちが破壊したのはノア2ではありません。あれはノア2プロトタイプ。プロトタイプだと。そして消滅した彼はそのプロトタイプを使って生み出した私のコピーです。コピー。試作機ゆえ私の能力を完全には再現できなかった出来損ないですがね。あの強さで不完全だと。いずれまた会うことになるでしょう。それまでごきげんよう。結局ノロセの手のひらで遊ばれていただけか。セナシャ、それより早く彼女を病院へ。そうだな。今日も休みなのかな。タク、おはよう。やっ、よかった、また会えた。ちょっとタク、どうしたの。もしかして泣いてるの。わかった、私に再会できて嬉しいんだ。そうでしょう。なんてね。おお、タク、暗いな、朝から辛気臭いぜ。まお前はそういうやつだってわかってるけどな。そういう大臣は朝から無駄に爽やかだね。無駄にとか言うな。じゃあ嘘くさい爽やかさ。なあタク、このイグサどう思うよ。ああ、いつもの光景が目の前にある。ニヤニヤ、ニヤニヤすんな。プロジェクトノア立ち上げからここまで随分時間がかかってしまいました。さて、まさか君がギガロマニアックスだとは思いもよりませんでした。君たちギガロマニアックスのサンプルが必要なのです。正確に言うなら NA シナプスに関するコードサンプル、脳の働きに命令を出す役割を果たしている部分のサンプルですよ。そのサンプルがノア2にとっていわば CPU の役割を果たすわけです。納得してもらいましたか。結構、世界が生まれ変わる日も近い。
の目